で、0メートル、ここが入れたメーター数になりますので、それで見ていきます。茶色っぽいのが尿石なんですよね、はい、1メートルぐらいから尿石がかなり便器側からですね、いる。で、もしかしたらこの上から来てるのがトイレかなっていうところですね。ほんとせんべいみたいになっちゃうんですよね、尿石って。大体築何年ぐらいでしたっけ。30年はいってますね。40、50、50、50いってます。それでトイレがこう詰まったっていうのは、ここまで来たのは初めてな。ここ何年、ここ10年以内の話ではないと思うんですけど、家出てからの話だと思うんですが。ああ、はい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 、わかりました。ちょっと一番難点なのが便器の裏側で、はい、よいしょ、こっちから見ていただくと一番わかりいいんですけど、これはなんかもうなんか
いろいろ大変なことやね。はい、多分もう盛り上がってるのですら多分全部尿石なんですよ、はい、なのでまあできる限りは剥いでみますけども、はいはい、排水管の方であれば、はい、金属のワイヤー使ったりとかでガリガリ削れるんですけど、便器側ってなると、はい、陶器なのでそれをやっちゃうと割れちゃうんですよね、はい、なので割らないように、はい、尿石を削ってってどこまでできるかっていう感じにはなってくるかと思います、はい、完全な除去はできないので、はい、うん、できる限りちょっとやらせていただければというところなので、やっぱり今まで、うん、ショーでずっと流されてた感じですかね、10年とか。いや、そんなことはないんですけれども、はい、なんか噂によるとこう水道代ケチって故障だったら流さないみたいな、あ、そういう話を聞いたことがあるっていうのですね、はい、おそらく私もこの大便器に対してこの尿石の付着の量って、はい、もう100台200台って便器外してきてますけども、2例目ぐらいの感じなんですよ。はい、ただそのパターンもおそらくなんですけども、ショーをしてトイレを流さないとか、端っこをしてその大便器のショーだけで流すとかってなると、こういう感じが多いかなっていうところですね。でしょうね、どうしようか。とりあえずちょっと尿石系でこれなので、はい、お時間かかっちゃうんですけど大丈夫？あ、大丈夫です。
すいません、お願いします。